マルドン、サルダ、探してた情報を手に入れたぞ。マブルストリートのアパートのオーナーはエイドリアン・ベイカー、元外科医だ。裏で麻薬中毒者に薬を売っていたようだな。儲けた金で安いアパートを買い上げた。その一つがマーブルストリートのアパートだ。結局捕まって数ヶ月服役した後、医師免許を剥奪されたらしい。なるほどね。情報ありがとう。オンに切るわ。マディソン、気をつけろよ。いいな。ええ、またね。Eさんが指を切ったアパートの持ち主がここに住んでる。大した手がかりじゃないけど、これしかない。こんにちは。睡眠薬が買えるって聞いたんだけど、処方箋なしで。すまんが何かの間違いだ。さようなら。待って、私本当に困ってるの。お金ならあるわ。最初からそう言わんか。入りなさい。それで睡眠薬だったかな。お嬢さん、不眠症かね。どれくらい必要だね。そうね、3箱か4箱ぐらい。それならお安いご用だ。わしは飲み物を用意するが、君は。結構です。アルコールは薬の苦さを和らげるんだがね。まあいい、初めての取引に乾杯しよう。見たことのない顔だが、誰にここのことを。パーティーで会った男が睡眠薬をくれたの。あなたから買ったって。アパートを貸してるって聞いたんだけど、部屋探してるの。悪いな、お嬢さん。今は空きがないんだ。残念。マーブルストリートの周辺で探してたんだけど。飲まないのかね。あまり喉は渇いてないの。処方箋をやろう。すぐ戻る。待ってて。気持ち悪い男。戻ってくる前に素早く部屋の中を探索しておかないと。うるさい女ネズミめ。さて、お楽しみはこれからだ。楽しませてあげる。ああ、マシューを紹介しよう。国勢調査のために来たなどと言ったが、彼もろくでもない政府のスパイだったというわけだ。マーブルストリートのアパートに興味があると言っていたかな。そこなら友人のパコに貸しておる。何をしとるか知らんが、ブルーラグーンのダンサーとしけ込む場所に使っているんだろう。正直どうでもいい。家賃さえ払ってもらえれば何をしようが勝手だ。
さてと、おしゃべりはこのくらいにして。手術は恋しくてね、だから機会があれば実践してるんだよ。ここには手術道具がないから、使える道具を使うしかない。悪く思わんでくれよ。じっとして、チクッとするぞ。よく思わないか。何か始めようとすると必ず誰かの邪魔が入る。すぐに客を追い払ってこよう。動くなよ、すぐに戻る。こんにちは。主の御言葉をこの素晴らしい聖書に託してお届けしにます。